イデュルスルファーゼとは、無コタ頭症2型の治療に使用される、希少疾病用医薬品である。イデュルスルファーゼは、リソソーム酵素であるイズロン酸マイナスに、スルファターゼから生成された525個のアミノ酸残器を有する糖タンパク質である。ヒト繊維肉種細胞 HT1080 の培養細胞系において遺伝子組み換え技術を用いて、生成される。 無古多頭症2型の治療薬ではあるが、中枢神経症状には効果がない。米国のトランスカーリオティックセラピーズ社により、無古多頭症2型に対する治療薬として開発され、2006年7月に、米国食品医薬品局で、2007年1月に、欧州医薬品庁で医薬品として承認された。日本では、 2006年12月に、気象疾患用医薬品に指定され、患者数が非常に少ないこと、速やかな保険適用が望まれることなどから、日本人患者を4例含む米国臨床、試験データにより2007年10月に承認された。シャイアファーマスーティカルズグループのシャイアヒューマン、ジェナティックセラピーズ社によって製造されており、日本においては、ジェンザイムジャパンが販売している。 イデュルスルファーゼは最も高価な薬物の一つであり、初期の年間経費は30万ドルであったと報告されている。注入時反応のうち、重篤なアナフィラキシー、ショックが発現する可能性がある。重症な呼吸不全、または急性呼吸器疾患のある患者に投与した場合、注入時反応によって症状の急性増悪が起こる可能性がある。 投与中から投与開始24時間以内に重度の注入時反応やアナフィラキシーが発生することがある。重症呼吸不全や急性呼吸器疾患がある患者では症状が急性増悪することがあるので軌道確保等の適切な処置が必要である。イデュルスルファーゼに対する異グ抗体が産生される。ガルシア AR、ダカスタ JM、パン J。 ミューエンザー J、ラームサ JC、プリークリニカルドーズランジング、スタディーズフォーエンザイムリプレイスメントセラピーウィズ、イデュールスルファーゼイン、A ノックアウトマウスモデルオブ。MPS2。モル、ジュネ、メタブ、91、183、90、ドイ、10.1016、JYM グルム、2007.03、003、プミド17459,751、AB。 エラプレース点滴上注ミリ 6mg インタビューフォームジェンザイムジャパン2021年12月2日閲覧 AB エラプレース点滴上注ミリ 6mg 添付文書2021年12月2日閲覧ドラッグアプ p ーブドツートリートレアバットポテンシャ p o デッドリーディ l y d 2 0 0 7年9月2日閲覧ありがとうございます